こんにちは。おやさん専門デリ士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。マンション評価見直し。不動産オーナーにも影響あるというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内になりますえ。マンション評価の見直しがあると聞きました。賃貸経営にも影響があるのでしょうかこれ以上相続税が増えてしまうのか心配です。 こういったですね、質問内容になっております。このチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきた親さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、こちらがですね、概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。 はい。では、回答の方に行きたいと思います。まずですね、このマンション評価が見直しをされますよというのが、先日公表されたんですけども、そこの背景からですね、ちょっとお話ししようかなと思います。まず、ことの発端はですね、令和4年4月なんですね、ここで最高裁判決が出たんですよ。何かというと、路線化で評価した相続税評価ですね、これを否認してですね、鑑定評価で評価しなさいよという、 え、ものを指示したですね、最高裁判決というのが出たんです。まあ、原則はですね、土地は路線化、建物は固定産税を格で評価するっていうのが原則なんですけども、それが不適当だよという場合はですね、国税,国税庁長官のです、ね、指示に従って評価するというようなですね、通達になっているんですけども、まあ、それをですね、指示した最高裁判決が出たということになります。で、ここからですね、令和4年の12月に、 令和5年度の税制改正大綱が発表されているわけですで。その中で、その時の改正じゃないんですけれども、一応見直しを検討するというものの中にですね、路線化と地価が大きく乖離しているマンションについて、相続税評価の見直しをですね、検討しますよと。まあ、予告ですよね。予告が出されたわけです。でそこからですね、 年が明けて令和5年1月から有識者会議というのが開催されてですね、この改正に向けてですね、検討していったわけですで。そこで先日です。令和5年の6月30日、見直し内容を公表したというようなことになっております。じゃあこの公表内容なんですけれども、一応ですね、令和6年からの敵を目指すというふうに言っています。もう非常に早いですよね。動きが早いなというふうに思っております。 じゃあ、どのような見直し内容なのか。ね、その案というのが、このような内容なんですね。ざっくりですね。ちょっと結論だけお話しすると、相続税評価ですね。相続税評価が、時価の6割を下回った場合には、6割。6割っていうのが、一個立ての評価水準の平均値に該当するみたいなんですけども、6割に修正されますよ、というものになっております。実はですね、最高裁判決、 でですね、出た事件というのが、時価と路線化の乖りがですね、だいたい時価の25%が相続税評価だったというところで、やっぱりそれは大きく乖りしてるよねという話だったんですね。じゃどこが大きく乖りされてるかというようなところでですね、議論されて、この時価の6割を下回っちゃった場合には修正されますよということになっているというところですね。つまり相続税評価と時価とこの乖り、 これが6割を下回ることを許さないということになるわけです。じゃあ、どのようにですね、この乖りというところを把握するかというと、時価と相続税評価の乖りというのを、乖離率っていうので表すんですね。この乖離率、1.17倍超のものを修正するというふうになっております。1.17倍っていうのがちょうど6割に該当すると。 というところなので、それを超えるものを修正していくよということになります。でもですね、問題なのが、時価を出さないといけないんですね。時価と、相続税評価、路線価評価とか、ね、固定産税評価というところ。これどの乖離率っていうところなので、時価を出さないとその乖離率なんか出せないだろうという話になるわけですよね。当然、この不動産、一個一個の不動産に対して時価を算定するのは非常に困難になってくるわけです。 でそこでですね、もう表に当てはめて、ね、帰り率というのを出そうというふうになっているわけです。でそれをですね、帰り率を出すにあたって、4つのですね、えー、指標みたいなのがありますよということを公表しています。まず、軸年数です。まあ、軸朝ほど帰り率が大きいというところですかね。それから、総回数。高総回ほどですね、帰り率が大きいというふうに考えるわけです。 それから、所在会ですね。総回数の中で持ってる回数のところですね。所在会。それから、4番目。敷地持ち分です。これ、教唱度ですね。持ち分がですね、少なくてですね、土地の持ってる部分が小さいよと。教唱ほど、会率は小さいというふうに考えるということになっております。この4つの指標からですね、自動的にですね、帰り率というところを導き出して、 で、それをで、えー、時価を計算できるようにするというふうな、えー、案になっております。で、このポイントなんですけども、これ、総回数というのと、所在会ですよね。つまりですね、今回の見直しというのは、高層マンション、いわゆるですね、タワーマンションが対象ですよ、ということになっているわけです。まあ、つまりですね、一等ものの賃貸マンションとかアパートというのは、今回の改正の中で言うとですね、 対象外なんですよ、ということになるわけです。そうすると、一等で賃貸物件を所有する大家さんの相続税が直接ですね、これによって上がるということにはならないのかなというふうには思います。しかしですよ、ちょっと気をつけなければいけないのが、今回の改正ではないんですけども、気をつけなければいけないのが、最高裁判決の事件。これはですね、タワーマンションではないんですよ。これ普通の一等マンションなんですね。 なので、でやっぱりですね、発端はこの最高裁判決が発端かなというふうには思っておりますので、今後の改正ですね、今回の改正じゃなくて、今後の改正では1等マンションもですね、対象にしてくる、そこの見直しというのも、えーね、視野に入れてくる可能性は十分考えられるのかなというふうには思いますので、ぜひです、ね、今後の改正に注目していただければと思っております。